まずアドレスするときに構えたときって腕大体皆さんどの辺で構えてるとかあります？近すぎず遠すぎずみたいな。釣られてる感じ。打ちやすいところ。ああ、いいですねいいですね。でこの自然にっていうのがちょっと大事 で構えたときにこれ明確に安定するスポットが1点だけあるんですよ。じゃあ最初と生贄で。はい。じゃあまず左手を股関節あの鼠径部ってあれなんだけど斜めのライン。そのど真ん中、はい、そこに、はい、ざっくりです。でこの場所は間違いなんですよ。自分の感覚ちょっとアンテナ張ってもらって。はい。もうちょっと前。あそこっすか。ここなんですね。でここってどうなのってなると思うんですけども、今二の腕と体の位置がこれじゃない場所にずらすと、はい、動かないで辛いですよね。ちょっとバランス取りづらいです。重たくなりますよね。じゃあもう一回戻します。はい、ここ何も感じないですよね。感じないです。ここの場所って今上腕と体幹がくっついてないけど締まってる感じしますよね、うん、そうですね。安定し、安定しますよね。それはちょっと体左右に回してみてください。上腕と体幹って一緒に動きますよね。動きます。はい、勝手に動く場所があるんですよ。でちなみにここから、はい、回してください。ついてこないです、はい、腕と体がバラバラになるんですね。これ嘘じゃないよ。はい、ちょっと交代でどなたか。あ、じゃあ、あのピンクの、あ、逃げた。さっきの左と同様に行きますね。もうちょっと肩を落とします。ここなんですね。はい、はい、じゃあここじゃない場所、はい、動かないで我慢ってなると辛いですよね。そうですね。楽にしますね。はい、これ安定しましたよね。はい、左腕の上がる方向ってどの方向に上げてます？なんか基準あります？基準？はい、腕は振り上げないようにしてます。あ、振り上げないようにしてる。はい、それはなぜ？自然にクラブが振り上げてくれるから。あ、なるほど。このままこうでトップまでいかないじゃないですか、はい、で必ず振り上がらないといけないんですよ、はい、ただ今振り上がってないっておっしゃったじゃないですか、はい、腕を振り上げてるけど振り上げてない感覚がある腕の通り道があるんですよ。でそこがどこかっていうとこの方向、うん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 、今上昇しましたけど今うなずいてましたよね、うん、何も感じないラインなんですよ。アドレスの脇の締まりと腕を上げた時の脇の締まり感ってこれ一定になってますでしょ、はい、これが腕の振り上げてない感覚なんですよ。すごい回りやすくなってきますよね。こういう風になってくるんでこれがもしも、はい、ここから、はい、同じようにやってみてください。あ、辛いですね。って言うとできないですよね。辛いですね、はい、初めてどのぐらいですか？1年とちょっとぐらいです。あ、うん、で結構なんかクラブに振り回されちゃう感じしますでしょ。ハーフショットの練習の方法なんですけれども、じゃあ最初さっきのあの脇の固定やりますけれども、でこのポジションなんですよ正しい場所が。でここからずらすとこの感覚どうですか？ちょっと収まりが悪い感じしますよね。今この手のひらの向きってちょっとグーパーしてみてもらっていいですか？曲げ伸ばしやすいですよね、うん、これがもしもこうやってずれると、はい、これでグーパー、これ握りやすさどうです？ちょっと距離かは握りにくいですよね、うん、でこうすると握りやすくなって、うん、でこのラインで持っておくとグリップのお尻がそのまま体左へ回すとちょっと引ける体勢になるんですね。でこのグリップを引っ張る動きっていうのがすごい大事で、このラインで、はい、あ、ここに右手いつも通り持ってもらって、でそうすると今人差し指の付け根の部分、ここの付け根の部分にグリップの、うん、腹が乗ってる感じしますでしょ、うん、でそのまま脇今これ締まってますでしょ、うん、そのまま体を左へぐーっと回してくると手を振らなくてもクラブヘッドがまっすぐ戻りますよ、うん、でこのくの字を保ったまま軽くでいいのでクラブの頭をちょっと地面を叩く感じで、うん、お尻を回すだけ。そう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 、すると今両脇ぐっと締まってますじゃん。はい、そうすると今腕振らなくてもクラブの頭が狙ったところに降りてるんですね。ここで持っておいて、うん、軽くでいいですよ。2の3っていう感じで、うん、2の3、そうそう、うん、ベースにまっすぐ当たりますじゃん。でこの手首がもしもこうなっただけでちょっと緩みましたでしょ、はい、でこういう締まり方があるんですね。アドレスのポジションからこの位置から逆コックっていって、えっていう感じに手首になりますでしょ。ここが正しい場所。でもここから振り上げてくると、はい、この瞬間に楽になりましたでしょ、うん、手首が。
アドレスでみんな楽に持ちたがるんですけども、一番楽なのってここなんですね。このタイミングで手首が楽になるっていうのが大事なんですね。腕の正面でみんな構えて、ここで捉えようとしますでしょ、うん、でここで捉えたらこう返すっていう風になりがちなんですね、うん、で実際のインパクトのポイントってここに対して、さっき の右手が安定するここなんですよ。ここで構えてここで打つんですね。これの腰を回せばハンドファーストのポジションになってくる。グリップをこう引けるとか、あとはこのさっきのこう両脇が安定する、正面で持っちゃうとこれ右脇開いちゃうんで、この形でこう両脇がストーンと収まるところで構えておくんですね。体を回してくるとシャフトをこう押し込む形で当たってくるんで、そこに押し込んだ形にシャフトが立ってくる形が取れると、あのフォームとしては OK なんですね。じゃあ最後ちょっとテイクバックの上げ方っていうところをちょっと実践したいので、まだやってない方、じゃあいつもちょっとバックスイングどんな感じで上げてます？はい、ちょっと辛くないですか？結構なんか上げて窮屈になっちゃうんですよね。でバックスイング回す時の体の回し方って、じゃあ皆さんちょっと質問しますけども、背骨ありますよね。背骨まっすぐのまま回すのが正解だと思ってる方、あ、1、2、嬉しいですね。これいっぱいいてくれると、あの絵的に美味しいんで、あ、ありがとうございます。これ体を、あの肩回すときに背骨まっすぐだと、これもし股関節ここからこうくの字になってますよね。そのまま背骨がまっすぐのままここから回っちゃうと、頭ってこうずれません？脇腹の力を抜いて体をこのぐらい、はい、ですいいですね。でこれもこっち傾いてどうなのってなると思うんですけども、そのままちょっと溝落ちを少し右側にずらしてもらって、で骨盤ごと回してくると、これ今相当左に傾けて背骨を、背中をこうやってるんですけども、骨盤に対して頭まっすぐになってますでしょ。このぐらい、あの側屈って言ってバックスイングでこのぐらい歪ませないといけないですね。そうすると今肩ってあっさり回りますでしょ。でもちょっと前傾で、ちょっと右に傾けていただいて、でまた同じように左脇を縮めるようにして、スッと入れると、顔をちょっと正面にそう。これ今辛いですか？ちょっと辛い、辛い。あ、じゃあちょっと楽にしますね。はい、そうでもないですよね、はい、でこれがあの体の回る感じ。左脇どうです？結構縮んでる感じしますよね。で相当縮んでるんですけれども、縮んでる感じに見えないっていう感じなんですね。でテイクバック上がる腕の方向が、さっきの脇の縮みを入れてもらうと、はい、ここになります。いつもと比べてどうですか？楽です。全然、あ、楽になりましたね。ここがトップの位置、ちょっとなんか回りやすく、なった感じが、はい、すると思うんですね。